さんこんにちは、ゆりです。はい、いやーやばいやばい、オフ会でさすごいことに気づいたって言ったじゃない。でさ、そっからさ、昨日帰ってきて、今日はさ何もなかったから休みだったからさ、朝からずっとあの気づいたやつをさ、こう確かめるために、あ、どの動画をみんなにシェアしようかなと思ってめっちゃ見てたの。3時間沼が、あ、さやもこさんコメントありがとうございます。あのオフ会のね、ありがとうございます。ゆりさん沼が深いですね。次私も思ったそれのね、あの気づきの確認するのに3時間ずっと動画見てた、いろんなカップルの。でさ、またすごいことに気づいたのよ。で、これはそう、なんでパターンダンスがなくなるのかっていうことにもつながっていく、さらに重要な気づきになるので、今回ばっかりは本当にすごいマニアな内容なんですけど、今回ばっかりはみんなにお願いがある。私がシェアする動画を上から順番に見てほしい。そうしないと言ってることの多分意味がわからないから。そう、ね、今から動画をシェアするので上から順番に見てください。はい。でね、もう本題に入るよ。でまずね、今回はのお題は、1番、男性がうまいか女性がうまいかについての話があったじゃないですか。 前から話してる、それが結局ダンス、男性中心のダンスか女性中心のダンスかっていう風になってるよっていう話が1番目で、そのダンスが、パターンダンスに、リズムダンスのパターンダンスにどう振り付けられているのかっていうことが2つ目で、ここが何、パターンダンスがなぜなくなるかにつながってくるんだけど、でこの3番目、この男性がうまいかどうかを見分けるコツがあります。その3つを今日は説明したいと思います。よろしくお願いします。いやーね、今回この間のオフ会で私もすごい勉強になって、特に男性がうまいっていうのを見分けるコツとかは、本当にアイスダンスをね30年だって、30年ぐらい滑ってらっしゃる方がオフ会に来てくれてて、でしかも私みたいに見てるだけじゃなくて自分がやってらっしゃる方が来てらっしゃったので、はい、いろいろ、なんかクリスが子供の頃から知ってるって言われてましたよ。はい。でなんか私の沼の深さを何かアイスダンスが相対評価でこうですよねみたいな話をいつもしてるじゃないですか。え、あれってこうでこうですよねって、そうよ、これはこうですよね、そうよって、みんなそうよって言ってくれたみんなワイワイワイだった、ワイ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 で、よかった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 をいただきましたので、アイスダンス滑ってる方からも私の解説のよかったよかったよかったをいただきましたのではい、ちょっと自信を持って今回もさせていただきたいかなと思います。よりでね、1番目 の女性がうまい、カップルか男性がうまいカップルかっていうのを、今までなんとなく女性にこう見どころ振り付けられてるな、男性に見どころ振り付けられてるなって感じだったんだけど、すごい見やすく分かりやすいことが、分かりやすい動画があったのよ。なのでこれを、貼り付けます。で上から順番に、どうやって出そうかな、バーバラ・フルガルポリ、マウリッツォ・マルガリオ、チェリー・ボーン・ビクター・ブラッツ、はい、この2組は女性がうまいカップル、はい、で、次、男性がうまいカップルの見分けやすい代表として、で、まず、イリア・ロバチェバ、イリーナ・ベルフフ、イエス、ロバチェバ・ベルフフで、あとアルベナ・マキシム、電光はアルベナ、アルベナ電光はマキシム・スタビスキー、はい、の動画だから、女性がうまい動画2つ、男性がうまい動画2つ貼り付けます。でそれを上から順番に見てもらって、一番見て分かりやすいところはミッドラインステップのところを見てほしい。でミッドラインステップのところを見たら、
女性がうまいカップルは女性が前に来てんのよ。だからジャッジ側に来てんのね。で、男性がうまいカップルは男性が前にジャッジ側に来てんのよ。で、ミッドラインステップで、そのまさにそのアイスダンスやってた人が言ってたけど、まるで彼女を隠すかのように滑ってるわねってアベルフガって言ってた。確かにと思って。でもそう気づかなかったんだよ今まで。これねすごいこと気づきじゃん。でもねこれなんで気づかなかったかを、今日分かった。今日ずっといろんな動画見てたら日本のねテレビ局のカメラワークのせいです。あのねカメラワークがぶつ切りになってるんですよ日本のテレビ。だから今回はみんなに分かりやすいように BBC とかの海外のやつの動画を貼ってる。それで見たらあの大ちゃんとかなちゃんのワンカメの富士のワンカメの映像みたいにこうワンカメに近い形で撮ってるからすごいすぐ分かると思う。だから私見に行った時にすごい思ったのはジャッジ側に今回特に座ったから、特にアイスダンスってそのジャッジにブワーってアピールするようになんかこうショーみたいに演技してるんだよね。でそれが、もうなんていうんですか、ミッドラインとかさ男性と女性がこうやって滑るわけだからジャッジ側から見たら、まあ、より近い方が見えるわけだ。だから本当に女性がうまいカップルは男性を隠すように女性が滑ってるし、男性がうまいカップルは女性を男性が隠すように滑ってるっていう、こう分かりやすいと思って面白かったんですよ。うん、でそれプラス、まずはなんか女性の方がなんかその4組比べてまた女性のうまいカップル女性の方がアピールポイントこうカメラワークにこうあのカメラじゃないやジャッジにわーってやったりとかくるくるって回ったりとかするのがめっちゃ多いし、男性がうまいカップルは男性のこうそのアピールする男性が前に来てターンしたりとかするのがめっちゃ多いのと、あとは足元を比べてもらったら、女性が多いカップルは女性の方がステップ数が多いで、男性が前カップルは男性の方がステップ数が多いので、すごい分かりやすい動画だけを貼り付けるので見てください。はい、でこれさ2002年の動画は特にフラメンコとかパソドブレとか音楽も一緒なので、だからそれをわざと選んで貼り付けてるから、なんか同じ音楽でどういう風に振り付けられてて男性にどういう風に振り付けられてる女性にどういう風に振り付けられてるっていうのが比べやすいのでそれで見てほしい。でマキシムたちの動画だけちょっとごめん、単語のリベル単語の動画になってるんだけど、でもそこが分かりやすいような動画になってます。でこれがさ分かってさ、で次今のことが気にならない。じゃあ今のアイスダンスですよ。これ2002年の話だよ。20年前の話ですよ。で2022年はどうなってんだっていうことが気になるでしょ。気になるでしょ。だから見たわよまた。その間の2014年とかなんかの動画2018年とか19年これいつからこうなったんだろうっていうのとかも全部見たから3時間もかかったんだよ。でこれがねあたらもう一個のすごい気づきなんだけどにつながる、なんでパターンダンスがねなくなるかにつながっていくんですよ。じゃあこの男性中心のダンス女性中心のダンスって今話したことが今の2022年にどういう風に振り付けられてるかって思うじゃん。これもね分かりやすいの見つけたから見てください。今期の何？で、そう、それもアイスダンスやってる人が教えてくれたんだけど、今の女性で一番うまいのはハベル・ダナビューの、ハベダナのハベルだって、マディソン・ハベルが一番うまいよって教えてくれて、ああそのハベルねと思って、で何パパシゼは業務があんだけうまいうまいってで、まあ確かにそうだなって、まあ分かるじゃん、分かりやすいじゃん。あ女性今女性だったらハベルかと思って、このねパパシゼとハベルをまた舐めるように比べたわけですよ。
でね、そしたらさ、もうハベ棚を、まずハベ棚とまたパパシェの動画も貼り付けるので、それも見てください。リズムダンス、ハベ棚はハベルがジャッジ前でターンしたりアピールしたりとかしてるんですね。でパパシェは業務が、うん、業務の方が男の男性の方が、ジャッジ前でターンしたり、あのこう決めポーズしたり、あとなんかパパシェはもっと分かりやすいのは、あの2人でさ、ワンフットの時とかにこう入れ替わって途中で止まってこう振り付けるとこがあるじゃん。あそこ、あの時にわざわざ業務が、あの何、膝立ちになってシゼロンを後ろにして、あのジャッジ側に立ってるんですよ。だからあの振り付けも、あ、なるほどねって思って。で業務の方が明らかに背が高いから、あのマキシムたちとか、あとカナダイみたいに身長差があんまりないカップルはあんまり違和感ないんだけど、あの感じでさ、あの何、アベル夫婦みたいに、あのめっちゃ前に来てしまったら業務がすごい違和感あるし、ちょっとジャッジアピールもんってなると思うから、だからわざわざかがんでこうなんか なってるとことか、もううまいのよ本当に。で、あのなん、あね、そうで、ターンの話はこれね、あのカナダイのワンカメの、リズムダンスももう一回貼り付けておくから見てほしいんだけど、ね、パターンダンスがどこから始まるかはみんな違うんだなっていうのは分かってたので、業務がこっち側でターンしてて、ダイちゃんは、ファーエンドで同じパターンって言って、同じ振り付けのパターンダンスの同じ振り付けのところのダイちゃんがくるくるって回るところが、ダイちゃんはファーエンドで、あの遠い方なんだけど、遠いサイドなんだけど、業務はニアサイド、あのジャッジ側でねくるくるって回ってたから、うん、その時はなんかあのパターンダンスの始まる位置がみんな違うんだなぐらいしか思ってなかったんだけど、このさ男女の上手いのの違いで、なるほどって思ったんよ。だから何、業務は業務を見せるためにこっちでターンするようになってるし、あのパターンダンスがこっちで、業務が一番いいところで審判の前でくるって回るようにパターンダンスが始まってるんだよそもそも。でハベダナはハベルがここの一番ジャッジのいいところで、あのくるくるって回るようにパターンダンスが始まってるんだよ。そしてもっと言ったら、ハベダナはもう、ダナビューが、何、あの大ちゃんと業務と同じくるくるっていうところが ねハベルの影に隠れてわからないところで回ってんだよ。なんでこの振り付けと思っておいと思って、でねこれがさ、あのすごいことですよ結局、うん、で一番何が恐ろしいかって言ったら、さっき私が挙げた昔のチームあるじゃん、そう、ルザルポリマルガリオも、シェーリン・ボーン、ビクター・クラーツも、ロバチバ・アベルフフも、あとマキシム・スタビスキー、アルベナ・マキシムたちも、まあ言ったらアルベナ・マキシムたち途中でコーチ変わってるからあれなんだけど、でも、ね、みんなコーチが違うのよ。そうだけど、これ恐ろしいのは、ハベダナとパパシダは同じモントリオールチームでしょ、怖っと思ってでそれを確認するためにさ、シニカスとかもまた見たわよ家にあるパブリとかコーチが違うチームをイレス・ワリエとか見たわけよそしたらさ、もう明らかにさ、モントリオールチームはそれを狙ってパターンダンスを振り付けてるんだよね。そうということで、パターンダンスがなぜなくなるかはモントリオール潰しですでこのね話はちょっと、もうちょっと喋りたいので、あの次の動画にするね。もうこれ14分も喋ってるから、あともう一個喋りたいことがあるから、もうねマニアがすぎるそして気づきがすぎる
で、このパターンダンスがなぜモントリオール潰しなのかっていうのと、モントリオールダンスがなくなるのがなぜモントリオール潰しになるのかっていうことは、次にも詳しく話します。はい、でも今のでちょっと分かってほしい。なんとなく、なるほどって思うと思う。そう。だから今のダンスは、言ったらリズムダンスは、その、うまい方がよく見えるようにもう振り付けられてるってことですよ。まとめるとね、すごいギュッてまとめたけど、すごい短く分けたってまとめたけど。で、ここから3番ね。はい。で、男性がうまいかどうか見分けるコツの話になるんですけど、これもね、そのアイスダンスやってられる方が、やっぱり男性がこう前かがみになってるかどうか、ちゃんと姿勢が腰が入ってこう、言ったらそのポジションをね、取れてるかどうかがすごい大事だって言われて、あ、確かになと思って、それでこれも動画を探した。でね、いいのがあったんよ。あのね、メリチャリの、これ何年だったか、ちょっと待って、動画が何年だったか忘れて、タンゴだから、あ、マキシメタルとしては2007年のタンゴのメリチャリと、あと2014年のね、だから14年だから、それから7年後の処置の時の、リズム、ショートダンスか、の、チャーリーをよく見てほしい。2007年のタンゴのチャーリーはちょっとやっぱ前かがみになってんだよね。でも同じスタンダードホールドってこう2人でこう組んで滑るホールドをしてる時でも、2014年はクイックステップなんだけど、メリルとチャーリーって身長差あるじゃん。あんだけすごい身長差あるのに、チャーリーの2014年の時は、チャーリーの姿勢がすごいもうビシッとして、なんかダンス踊りますっていう、もうすごい綺麗なビシッとした、もう演技が似合う姿勢なんだよ。で、2人はパートナーチェンジしてないから、で2人でずっと滑ってるから、で身長差もある時からチャーリーがぐっと伸びてそうなってるから、違いがめちゃめちゃ分かりやすいと思う。だから男性の姿勢が良くて、リードがいいところがやっぱり男性が上手いカップルなので、今言った、姿勢の違いをチャーリーとメリルで確認してから、はい、戻ってそう、最初の動画に戻ってセーリーボーン、ビクター・クラーツと バーバラ・フーザルポリ、マルガリオ・マルリッツォの一番最初のやつに戻ってみて、特にシェーリン・ボンド、ビクター・クラーズが分かりやすい。ビクターがちょっと前のめってんだよね。そう、ちょっとこう人生姿勢が前傾姿勢になってるから、なるほどねって思ったこれでみんな今から見分けやすくなったでしょ。これこういう風に見てたらまた分かりやすくて面白いよ。私これで3時間ずっと遊んでたから一人でめっちゃもろかった。しかもなんかパターンダンスのに気づいた時はやばいやばい、またまやばいことに気づいてしまったと。そうで、あとね、これおまけでつけとくのは、これをね、オフ会でこの男性がうまい、カップルと女性がうまいカップル、なんかミッドラインをなんかこう隠すように滑ってるよねっていうのがオフ会での気づきだったんだよ。で、その説明をした時に、オフ会のメンバーから、じゃあゆりさん、男性も女性もうまいカップルはって言って質問が飛んだので、アニシナ・ペーデラの、皆さんご存知のフラメンコを貼り付けておきますね。それ見たと思うけど、でもこの流れで言ったらこれ面白くって、2002年のソルトレイクシティの順位って、4位ボンクラーズ、3位バーバラ・フーザルポリ・マルガリオ、2位がロバチェ・バーベル、1位がニシナ・ペーゼラなのね。
もうまさになんか今説明した通りの順位みたいな感じだよ。あ、そうそう、それで男性が上手かったらどうかっていうのも、そのアイスダンスのやってる方と話があった教えてくれて、なるほどって思ったのは、なんかね、女性が上手いのは当たり前だから、やっぱり男性が上手いと目立つ、ジャッジから見ても目立つし、あとはポイントがだから高くなって、リードがだから上手い方がポイントが高くなるから、なんか近年ね、男性ダンサーが上手い方が上の順位に行きやすいのはそういう理由らしいよ。なんだって、ちょっと面白かった。そうなの。なので、ね、次はね、ラテンアメリカのリズムダンスがラテンアメリカになって、パターンダンスがどうなっていくかと、まあ、そのさっきのねモントリオールチーム潰しじゃないかっていう話をすごい、次の動画ではやりたいと思います。で、なんか、あと来期のラテンアメリカの私の振り付け予想振り付け予想なんだそれ。まあ、だからマリーナ先生こういう風にやってくるんじゃないかなっていうのをちょっと話したいと思うので、いやー20分で終わった、次そのパターンダンスの動画が、話が終わってから今度リフトの解説する。多分暇だからすぐ撮れるここ何日か、多分ゴールデンウィーク中は暇だと思う。はい、ということでですね、今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。はい、オフ会からの気づきのなんでパターンダンスがなくなるかの説明でした。それではね、じゃあね、バイバイ、 See you。 ちょっと補足、ね、さっきのねチャーリーのタンゴのやつなんだけど、ね、死にかつのタンゴ2019年のが素敵なやつが画像があったから、それもおまけで貼り付けとくね。はい、でそれは日本語で解説ついてるから分かりやすいと思う。あとなんかね、ボーン・クラーツのシェリー・ボーン・ビクター・クラーツの、さっきのフラメンコのやつも日本語で樋口さんが解説してるやつを見つけたから、それも補足で貼り付けときます。ということで、次はパターンダンスのなぜなくなるのかパート2でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。